おはようございます、コウマイです。今回ですね、久々に多機能弁ベンテルのランスロットを取り捨てております。ちょっとゆっくりとですね、もう一度味わいたいと思います。スタート。今日も雨です。少しちょっとガラスカップに道の脇に咲いてた花を浮かべました。これだけでも非常に美しいですよね。今回久々にこちらベンテルの限定ですね、多機能ペン。多機能ペンはですね、私は あまりいいものがないなと思っててですね、唯一こちら持った瞬間店頭で感動して購入しました。たまたまですね、東京駅の近くですね、そちらで伺った時にラスト1本のペンでした。その時はちょっと限定品とはちょっと知らなかったんですけど、もう一度じっくりと見てみましょう。こちらはですね、ベンテルのランスロットだと思います。そうですね、ここに小さく刻印が打たれてます。見えるかな、ランスロット、もうこちらもですね、購入して20年近くなるペンですね。かなり前に傷チェックで報告しましたけど、よーく見るとこの辺に傷がありますね。この片押しレザーは綺麗な状態ですが、指の持つとこだけがですね、若干まあ凹凸がなくなっています。そしてペン先も、キスがありますね。まあこういう鏡面仕上げはどうしてもキスがつきますね。こちら機能といたしましては、基本的に回すとまずは赤、そして黒、そしてシャーペン 0.5 ですね。この3種類ですね。一度ですね、こちら修理に出しています。長めのタップですね。これが3本でですね、もともと入っているのはこのシャーペンだけで、こちら黒はオートの黒を入れてます。そして赤はこれなんでしょうかね、かなり小さい文字ですが、後でちょっと調べてみましょう。雨の音と少し鳥の鳴き声がこっちですね。
してこちらに、消しゴムが使っています、ついています。非常にまあガンガンに使うので消しゴムは削れてますね。少し描いてみましょうか。また質感のいいスリムノートブック、皆さんセリアさんで触れていただいたでしょうか。非常にランスロットも綺麗ですね。まずはシャーペン 0.5、窓からの光が綺麗ですね。昨日ですね、テニスのシングルスの試合があってですね、見事優勝しました。非常に楽しい一日が過ごせましたね。その時のまあちょっと戦略をちょっとペンを変えて書いてみたいと思います。ダブルスとですねシングルではちょっと考え方が違ってですね、戦略が全く異なります。そして今回まあシングルスですので、非常にですね対戦相手に対して、まあ、どういう攻め方をすれば勝てるかというのをですね考えながら試合を締めてしましたね。まずは予選リーグ、相手はですね、まず1試合目相手はまあダブルスが得意ということで、サーブとボレーを時折混ぜてするタイプでした。そのためですね私は取った行動はですね、相手のバックに配球して、相手はいろいろなところ打ってきますけども、全てバックに配球して、なかなか前に出さないようにしてですね、ボレーに来られないようにして、そして中央の方に短いスライスとか、混ぜました。そうすることによって相手を中途半端に前に呼び出せます。そうすると相手はダブルスプレイヤーですから当然前に来ます。そこをカウンターで仕留めるという作戦をしましたね。これはまあ試合の途中でこういうものをしようということで、考えつきました。そして次はちょっとペン先を変えて黒ですね。
ね。で2試合目ですね、シコラーってまあ言うんですけども、ずっと、ふわーっとした、まあ、ロブのような形の打ち方をする選手でですね、本当に粘るだけの戦い方、前にダブルスの時にですね、負けてしまったので、そうちょっと苦手意識があったんですけども、この人もですね、ふわーふわーっと本当に、まあ、繋ぐタイプだったので、前回は、まあ、私の方がこう我慢できずに攻撃してたんですね。そうすると相手はますますふわーふわーと返ってきて、私が最後にミスをするという戦い方だったので、今回は、まあ、同じように、全部センターにですね、中央に同じようにムーンボールをやりましたね。そうすることによって相手の方が今度は逆に、決まらないなと思って端を狙ってきます。そうすることによって、相手がまあミスをしますので、サイドアウトとかオーバーアウト、ポイントを稼いでいったという形ですね。最初のこちらの試合は、6-0 で勝利しました。そしてこちらは、6-1 で勝利、この2勝で予選リーグ1位通過ってことですね。そして最後赤ですね。このペン先も非常にこの形状が気に入っていまして美しいですね。で次は、決勝はトーナメントです。でまずは、トーナメントの1回戦が、まあスピン系を打ってくる方なので、そしてまあ後ろでボレーがあまりうまくないので、後ろで、ラリーを続けたいタイプだったんですね。そのためちょっと出ないですね、インクがないかな。ここにいるゾーンが自分が好むタイプだったので、私は、まあ、相手がスピンをかけてきても、でも同じくセンター中央にですねボールを集めて、で時折ドロップショットを加えて相手を揺さぶるとか、前に引き出せる、で前に引き出したところを後方に打つというような戦術でしたね。こちらも6-0 で勝利ですね。そして決勝戦ではこちらも同じような、結構スピンを打つ選手だったので、ほとんどこれと同じ戦術を取りました。で 6-1 で勝利で優勝ということですね。本当にまあ今回は、戦いながら、戦術を考えて、そして勝つ手口っていうんでしょうかね、を見出せたことが非常に大きな
自分としては成長かなと思います。まあ、このように、こういうペンと紙で、まあ、考える時間っていうのは非常に大事かなと思いますね。あとちょっとこの紙質とこちらのペンは合いませんでした。うん、だけどもこのノートですね、もう本当に何でも帳になっていて、こうしてば頭の中の、ものを書き出すというものに使っています。はい、いかがでしょうか。まあ、多機能ペンいろんな種類がありますけども、まあ、ちょっとあまりですね、いろんな他社のメーカーが好きではなしに、あの一本だけが唯一多機能ペンでは好んで長く愛用しています。まあ、よく見ると少しの傷はありますけども、まあ、レーザー部分が結構しっかりとした作りになってますね。またこれからも長く愛用してみたいと思います。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画。少しですね、雨音を聞きながら頭を整理する時間っていうのもこの秋楽しみたいなと思います。